屋島の戦で平家を破った義経は落ちる平家をさらに追い壇ノ浦でついにこれを滅ぼした。戦勝を報告すべく義経は京に戻ったのじゃが、妬む者でもおったのか。そんな罪を着せられてのう、義経は密かに奥州は平泉まで逃れたのじゃが、その平泉で敵に追い詰められつつあるようじゃ。奥州を治めるは名門藤原氏、義経とは名誉のはずじゃが、火急の事態じゃ。急ぎ我らも平泉に向かおうぞ。目がくらんだか、醜き人の強要。先に行け弁慶、衣川へ。私もすぐ後を追う。
中尊寺への道は藤原勢に抑えられてしまったようじゃ。金色堂へ通じるというこの洞窟を抜けるしかあるまい。それにしてもお堂の裏に隠し金山とは。これが欧州の映画の秘密というわけか。凄まじい霊石の気配よの。輝く石に集まっているから、欲張って掘りすぎたか。
Go!
を使うとは。悪く思うな。これも奥州藤原のためよ。藤原の者まで裏切ろう。だがこのあやかしの数、おそらく敵は藤原勢だけではあるまい。弁慶を追うぞ。私はまだ死ぬわけにはいかぬ。
剣も兵法も牛若に虎の巻を授けたはわらわよ。まあわらわもついておる。牛若を死なせるでないぞ。
ばかりで体がなまったか。はあ、ついた。
礼を言う。この借りはいずれ必ず。我が源氏の祖より伝わりし太刀、よもや二振り目を見ようとは。不思議なこともあるものよ。このものはわらわと同じく時を超える力があるようじゃ。刀を携えこの時代に招かれたるのは何か定めがあるのじゃ。まあ伝承の使い手たちに比べればまだまだ小わっぱじゃがな。なんか怖いねえな。敵にしよう、お日様は。逃げてばかりで、なまった。
はするなよ。殺し合いが好きか、人間ども。